本日は数見出版スタディアップノート数学1の基本49から52を行っていこうと思います。基本4950は平方根の計算です。まず基本49で括弧1ルート2ルート7はルート2とルート7の掛け算で、ルートの掛け算はルートの中同士をかければよいのでルート14となります。括弧に7ルート2かける4ルート5の掛け算ではルートがついていない数字同士、ルートがついている同士でかければよいので28ルート10が答えとなります。括弧3ルート2分のルート14ではまず分母と分子に分かれているルートをまとめてルート2分の14となり、そうするとルートの中が2分の14と約分できますので約分し、ルート7が答えとなります。次に基本50で、括弧1、ルート5、ルート3は、ルート5とルート3の掛け算で、ルートの掛け算は、ルートの中同士をかければよいので、ルート15が答えとなります。括弧2、6ルート3かける9ルート2の掛け算では、ルートがついていない同士、ルートがついている同士でかければよいので、54ルート6が答えとなります。括弧3ルート3分のルート18ではまず分母と分子に分かれているルートをまとめてルート3分の18となり、そうするとルートの中が3分の18と約分できますので約分し、ルート6が答えとなります。こちらの基本51、52も平方根の計算で、加法、減法の計算となります。加法減法では、ルートの中の数字が同じもの同士のとき、前についている数字を足したり引いたりできます。まず、基本51で、括弧1、2ルート5、プラス5ルート5、マイナス4ルート5では、ルートの中がすべて5なので、前の数字を計算できますので、2プラス5マイナス4で3。この計算したものにルート5をつけて、3ルート5が答えとなります。括弧2、ルート12マイナス3ルート48プラス2ルート27は、まずルート12、ルート48、ルート27を変形していきます。12は 4×3 で4があるので2を前に出して2ルート3と変形し、48は 16×3 で16があるので4を前に出して4ルート3と変形し、27は9×3 で9があるので3を前に出して3ルート3と変形します。もともと前にあった数字とは掛け算すると2ルート3マイナス12ルート3プラス6ルート3となり、そうするとルートの中がすべて3と揃ったので前の数字を計算できますので2マイナス12プラス6
で、マイナス4。この計算したものにルート3をつけて、マイナス4ルート3が答えとなります。次に、基本52でも同じように計算していきます。括弧1、4ルート3、マイナス7ルート3、プラス2ルート3。では、ルートの中がすべて3と揃っているので、前の数字を計算できますので、4、マイナス7、プラス2、で、マイナス1。この計算したものにルート3をつけ、1は省略して、マイナスルート3が答えとなります。括弧2、ルート32、マイナス2ルート18、プラスルート50では、まず、ルート32、ルート18、ルート50を変形していきます。32は、16×2 で16があるので4を前に出して4ルート2と変形し、18は 9×2 で9があるので3を前に出して3ルート2と変形し、50は 25×2 で25があるので5を前に出して5ルート2と変形します。こちらももともと前に数字がある場合はかけて、4ルート2マイナス6ルート2プラス5ルート2となります。そうするとルートの中がすべて2と揃ったので前の数字を計算できますので、4マイナス6プラス5で3。この計算したものにルート2をつけて、3ルート2が答えとなります。もしよろしければチャンネル登録・高評価いただけたら、次の動画の作成の動機になりますので、よろしくお願いいたします。またお近くにお住まいの方で塾をお探しの方がいらっしゃいましたら、ただいま無料体験授業を行っておりますので、こちらの番号にお気軽にお電話ください。その際には無料体験授業を受けたいという形でお電話いただければスムーズに受け付けできますので、よろしくお願いいたします。